ね、まあ、リーダーシップすごいあって、もうえ、なんか持ち上げてない？まあすごい、まあ、僕もあの入った時からすごい中堅で活躍していたので、はい、まあ仲良くしてもらいましたし、まあ、リーダーシップすごくて、まあ、英語も喋れるので、そうですよね、はい、まあバックスのまあ僕からしたらなんか顔じゃないですけど、もうスター選手の一人で、で1年目ですよね、なんか同じポイントぐらいで争ったりしてて、はい、まあ、でも彼は1年目でしたから、僕はもうなんか何年かやってたのにあの争ってたんで、もうすごい1ポイント負けましたいきなりいい選手だったんで、バックスでも同じルームメイトだったんで、すごい頼もしかったです。じゃ逆に山本和真選手は、古橋選手の印象は、いやもう本当に入ってきた時からもうスーパースターでしたし、あげないでくださいちょっとおしゃべりなんですけど、いやそれがまたマクルのいいところでもあって、本当さっきマクルも言ったんですけど、部屋もずっと何年も一緒だったよね。そうっすね、後半ずっと一緒だったので、本当にいろんな思い出ありますし、まあ今違うチームになってちょっと残念ですけど、それでも本当に対戦してても面白いプレイヤーだなって思うので。スピードスターですもんね、もうアジアリーグのとにかく僕のあの切り込みの速さはもうすごいですよね、ピカイチですよね。あの見るたびにワクワクしてみてます。ありがとうございます。古橋さんがもっとなんかあるんじゃないかなと、であの揃った時にぜひ聞きたいと思ってたんですけど、去年のシーズンは、はい、秋元さんからパスが出て、はい、で、岩本選手が、和真選手がゴール前で叩いて、はい、決勝 で、 なんかあのフルスでやっぱり決勝点取るって、はい、なんかすごい思い入れがあるっていうか、あの感慨深いものがあるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。いや、まあ、本当に嬉しかったですね、はい、あのまさか正直アジアリーグ入って延長で入れるっていうこと自体が初めてだったっていうのもあるので、あ、そうですか。まあ、それがまた、そう。いや、まあ、よく言ってるんですけど、僕はあれ本当初めてだったんで、ちょっと入れた後もどうしていいか分かんない感じでしたね。ちょうどバックスのベンチの前っていうのもあったんで。あ、嬉しかったです。なんか哲也さん睨んでましたもんね。そうですか。そうですか。あの後空港でバックスに会ったんですよ、はいはい、ちょうど遠征で、あ、僕らは駒込ですかね、はい、で多分バックスが来てるあとですね、ちょうど会って、なんかみんな冷たかったあの後は冷たいよね光栄さんですもんね、キーパー、そうです。バックスの選手ばっかり、バックス、元バックス選手ばっかり集まってやられたっていう、はい、そうっすよね。やられた側は、いや、やっちまったなっすよねでもまあ勝負の世界なんで、まあそこは勝ち負けあっていいと思いますし、まあすごいいいグリッツもホッケーしてたので、まあそこはまあ最後和真さんになんか入れられてしまいましたけど、なんか縁あるなみたいな、そこはありがとうございますなんかね、グリッツはあれですよね、今年、それこそクレインズから箕島くんが移籍して、はい、あと泉選手がメンバーもあの新しい選手入ってきてくれて、はい、本当に頼もしいですし、まあ、あのそうですね、やっぱ結果求められてくると思うので、はい、次リーグ加入して3年目なので、はい、あ、そこはしっかりこだわって戦っていきたいなと思います。まあそうですね、あの本当若い選手でどんどんグリッツも成長してきているので、あの、まあ、今後、ね、マクルたちと一緒にこう代表入ってやってもらえるような選手が育ってくるように、まあ、僕らベテラン選手が引っ張っていきたいなと思っているので。じゃあ古橋選手も来シーズンにかけて、そうですね、あの前半すごい個人的に前半だったんですけど、後半ちょっと落ちてしまったので、まあ、前半後半波なく個人的にはこう勝利に貢献できるような数字を残したいなというのもありますし、あの日本代表の方でもちょっと詳しい結果に終わってしまったので、まあ、日本を代表してこういつかこうトップディビジョンとかで戦えるようなチーム作り等にこう貢献していきたいなっていうのが今後の目標です。はい、わかりました、ありがとうございます。また後で時間あるときに、はい、よろしくお願いします。